お客さんのことを人と思わない方がうまくいきますよ。今欲しいものは自分の力で手に入れる。お客さんの増えれば増えるほど常識の通じない人の割合は増えますよ。ルナは物でも人でも何かを本気で好きになったことってあるの？理想の人生を歩む、それがどれだけ難しいことか、もうみんな知ってる。ああ、死にたい。私が信じるのは自分だけ。